日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらファミリーマートのバニラアイスとスイーツを食べたいと思います。これはもうすぐ秋ということでイタリア栗を使ったパンや生コッペパンの新作、ちょっといやハビリマとは違いますが、チョコブールなんかも出ていて、あとこのバナナアイスもすごく気になってます。早く食べたいですね。それでチャンネル登録よろしくお願いします。はい、それでは早速バナナアイス食べていきたいと思います。どんな味なのかな。開けた瞬間に早くも甘い香りがしてきました。ではおー、黄色くて美味しそう。それじゃあいただきます。ごちそうさまでした。最初に食べたねっとり濃厚バナナミルクバーは本当にねっとりとしたミルクの何だろうな、スライムのような食感が、まあスライムは食べるものじゃないですね、口の中でねっと広がってきて、バナナの優しい甘さとまろやかなミルクの味わいを口の中に広げてくれました。ひたすらカロリーが少ないのも嬉しいですね。低いというべきか。そして次に食べたそのもちっと食感のイタリアグリパンは中にあのモンブランのペーストでよく使われるマロンペーストが、いやモンブランのペーストじゃない、モンブランの周囲にまとっている山に使われるマロンペーストが入っていて、次に中に栗の香ばしくも優しい甘さを広げてくれて美味しかった。はい、次に食べたこちらのカントリーマームチョコまみれブールはなんか見た目メロンパンのようにも見えるんですけど、ところどころにコリコリという心地よい音のチョコチップが入っていて、しっとりした生地とともに味わうととても美味しかった。その次こちらのコッペパン、生コッペパンダブルカスタードコッペ 生コッペパンシリーズの最新作ですね。さっぱりとした口どけと濃厚な2種類のカスタードが見事に口の中で調和してとっても美味しかった。生コッペパンのしっとりした生地でございますね。生クリームとカスタードクリームはやっぱり相性がいいのかな。で最後に食べたこちらの食べる牧場ミルクシューは濃厚なミル甘さあるミルクの風味がシュークリームがさっぱりクリームとして口の中でふわっと広がってきました。食べる牧場クリームの美味しさはアイスだけじゃないんですね。ですが今回はこちらのイタリアグリパンがもうすぐ訪れるであろう秋の味わいを一足先に感じさせてくれて一番美味しかったので代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録コメント高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。